生駒市は奈良県北西部に位置し、大阪府や京都府の県境に接しています。そのため大阪市や奈良市、京都方面へ通勤通学している住民のベッドタウンとして機能しています。東洋経済新報社が全国の都市を対象に毎年公表している住みよさランキングでは、奈良県内で例年柏市と1位2位を争っています。奈良のおもてなし奈良心賃貸のまさきでは、皆様のご来店心よりお待ちしております。